まさきちゃんってさ、普段は、なんか、子供っぽいというかさ、なんか、わちゃわちゃしてるじゃない、はい、でも、この曲歌ってる時のまさきちゃんめっちゃセクシーなんだ。やばいよ。小野ちゃん多分ね、バキュンってされちゃう。ですね。好きなやつですね。私が歌った思い。あの、本当になんか最近のまさきちゃんの表現が大人っぽくなりすぎて、なんかこっちまで困っちゃうくらい、なんだろうね。なんか、ちょっとダークな色が好きだったりするの。あのさ、なんだろう。普通女の子とかだったらさ、ピンクのリップとかさ、なんかオレンジとかさ、まさきちゃんってあのマレフィセント寄りのダークな赤が好きなんだって。チョコレートレッドみたいな感じ。あ、そうそうそう、紫がかってるやつとか、うん、そうなの。紫色のリップとか持ってる。すごい。で、この邪魔しないでヒアウィゴーのミュージックビデオの時になんか結構濃い口紅を塗ってて、ちょっと待って、まーちゃんはどこ行ったみたいな感じになるくらい本当に大人っぽいシングルだし、うん、ね、ちーちゃんとかはさ、カントリーガールズで可愛いだけで、可愛いね、自分で歌ってるけど、一気にね、大人になりましたよ、ちーちゃんも。ちょっと寂しいですね、ちーちゃんが大人になっちゃう。